荒野,荒野の戦い、荒野の戦い、荒野の戦い、A、バトルオブザ・ウィルダーネスは、南北戦争の中盤1864年5月5日から7日に、北軍ユリシーズ・グラント中将が、南軍ドバート・イーリー将軍の北バージニア軍、対して立ち上げた、オーバーランド方面作戦の最初の戦いである。この戦いで、両軍は、大きな損失を出し、グラント隊、 D の流血の多い消耗戦の始まりとなり、最終的にアメリカ連合国首とリッチモンドを囲むまで続いた。戦闘そのものは戦術的に引き分けたが、グラントはその矛先をそらし攻勢を継続した。戦場はスポットシルバニアの荒野であり、バージニア州中部のスポットシルバニア軍とオレンジ軍にまたがる約70平方マイル以上に、 ほとんど通過できないような低木の茂みと起伏の多い形が広がっていた。この近辺では1862年から1864年に多くの戦闘が行われており、中でも1863年5月のチャンセラーズビルの戦いは損失が大きかった。荒野及びチャンセラーズビルは同じ地点で戦われたと言われることがあるが、実際の荒野は数マイル西であり、 北軍の左側面に当たるブロック道路沿いの戦場が唯一重なっているだである。1864年5月2日、表向き、ジョージ・ミード少将の指揮下にあるポトマック軍だったが、グラントからの命令で3つの異なる地点でラピダン、川を渡たり、ウィルダネスタバーンで結集した。この地点は1年前のチャンセラーズ・ビルの時に南軍が結集し、 北軍の右側面に破壊的な攻撃をかけたところだった。しかし、グラントは南に進む前に、以前の戦場より西に、その宿営地を選んだ。一年前の北軍とは異なり、グラントは荒野で戦いたいとは思っていなかった。リーにとっては、一年前と同じ理由で、荒野で戦う必要があった。グラント軍十万千名に対しリー軍の勢力は六万千名と、 劣勢であり、また、グラント軍に比べて、大砲の数も少なく銃の質も悪かった。D は、樹木が混み合った荒野の中で戦うことにより、グラント軍の大砲の優位を打ち消し、また接近戦とその後の混乱とで劣勢な D 軍にもチャンスが生まれると考えた。南軍ジェームズ・ロング・ストリート中将の第一軍団二個、師団、ジョージ・ピケットの師団は、 ゲティスバーグの戦いでの損失を補充中であり、リッチモンドの防衛に回っていたので、含まれていない25マイル西の重要な鉄道結節点ゴードンスビルを守っていた。リーは第一軍団を呼び寄せて、これを待ちながら、リチャード・イーウェル中将の第二軍団と AP ・ヒル中将の第三軍団2万2000名を押し出し、グラント軍は南に動く前に交戦を、 もくろみその通りになった。5月5日、リー軍の左翼イーウェル軍団と、右翼ヒル軍団が北軍と交戦した。イーウェルの左翼は、北軍アバヌーア、ウォーレン少将の指揮する、第5軍団と対戦し行き詰まりになった。この日の大半、イーウェルの18,500名の軍団は、戦場のこの地域では、勢力的にやや優勢を維持た。 しかし右翼ではヒル軍団がウィンフィールドスコットハンコック少将の北軍第二軍団と第六軍団からの一個師団に激しく攻撃され追い返された。しかしその陣地は守った。5月6日、この日のハンコックは4万名に近い部隊を指揮しておりヒル軍団への攻撃を再開し、一方イーウェル軍団の前には北軍の増援が厚く到着したためにリーが 第二軍団を昼軍団に向かわせようとしたこともできなくなった。午前の遅くまでにハンコックは昼軍団を2マイル以上も押し込み大きな損失を与えた。リーは第三軍団が悲惨な苦境にあるのを見て数時間前に到着しているはずのロングストリート軍団を絶望的に待ち望み始めた。ロングストリートと1万2千名の第一軍団は正午頃に やっと到着したが、ちょうど良い頃合いでもあった。ハンコック部隊は6時間に及ぶ戦いで疲れ乱れて来ていた。ロングストリート軍団が攻撃すると北軍が後退し、それから2時間のうちに状況は完全に反転した。ロングストリート軍団は失っていた地盤を取り戻した、上にさらに1マイル前進し、ハンコック軍にブロック道路で再結集することを敷いた。 戦闘の決定的瞬間にロングストリートは未完成の鉄道が切れているところから攻撃してこれが北軍を分断し混乱を生まさせた。しかしここでその勝利を完結させるにはロングストリート軍団の勢力が十分ではなく間もなくブロック道路付近で戦闘の勢いがなくなった。戦場のこの地域での戦闘が静まりかけた時にロングストリートは 友軍の銃撃で重傷を負い、その後数ヶ月間来たバージニア軍に戻れなくなった偶然ではあるが、ロングストリートが事故で自軍に撃たれた場所は、一年前にストーンウォール・ジャクソン少将が友軍に撃たれて戦死した場所から約4マイルしか離れていなかった。戦闘のこの段階が終わろうとしている頃に、南軍第二軍団にあったジョンビー・ゴードン少将の一個次第が、 北軍右翼に最後の攻撃をかけ、部分的にポトマック軍の側面に回り込んで1000名近い兵士を捕虜にした。しかし、暗闇が訪れて戦闘が終わり、南軍はその優勢をさらに押すことができなかった。この戦争の中でも恐ろしい事件の一つとして、夜の間に両軍の間で局地的な火災が起こった。戦場に残されていた数百の負傷兵が、 戦友の見ている前で生きながら焼かれ、絶叫を上げながら死んだ。5月8日、クラントはポトマック軍にその前進再開を命じ、数日後には10マイル南東のスポットシルバニア、コートハウスの戦いで再び衝突した。この戦闘は通常引き分けと書かれているが、戦術的に南軍の勝利であるが、北軍の戦略的勝利ということもできる。 グラントは戦闘の最後に軍を退いたので、通常の戦闘であれば敗北したことになった。しかし、1861年以来のグラントの前任者たちとは異なり、安全なワシントン DC に引き返すのではなく、その作戦を継続した。リー軍はグラント軍にかなりの損失を与えたが、損失率で比べれば、グラント軍の方が小さかった。さらに、 グラント軍とは異なり、リーは失ったものを補充できる可能性が大変小さかった。この格差を認識したグラントの戦略の一部は消耗戦を挑むことで両軍をすりつぶしていくことだった。リーがグラントの仕掛けた罠から抜け出す唯一の方法はまだ南軍に十分な戦力が残っている時にポトマック軍を破壊することだったが、 グラントの手口が巧妙でそれを起こさせなかった。この荒野の戦いの損失については資料により推計値が異なる。過表は一般にある多くの資料からの要約である。荒野の戦場の一部はフレデリックスバーグ及びスポットシルバニア国立軍事公園の一部として保存されている。この公園は1927年に制定され、フレデリックスバーグの戦い。 チャンセラーズビルの戦い、スポットシルバニアコートハウスの戦い及び荒野の戦いを記念するものになっている。アメリカ合衆国国立公園局によって保護されるこの土地に加え、いくつかのボランティア団体が保存活動を行ってきた。荒野戦場友愛会は戦闘の間ガバヌーア・ケイウォ少将とアンブローズ・バーンサイド少将双方が作戦本部に使ったエルウッドの邸宅や ストーンウォール・ジャクソン少将の腕が埋葬されているという話がある。家族墓地を保存支出を上げる活動を続けてきた。国立公園局が1970年代にエルウッドの180エーカーを獲得する一方、公野戦場友愛会は1790年代の家の保存やその由来解説に責任を持っている。南北戦争保存信託は2008年にルート3号線。 ジャーマナ高企画道路とルート20号線、オレンジターンパイクの交差点の北で55エーカーの土地にウォルマートが14万1平方フィートのスーパーセンターを開発する計画を阻止しようと動き始めた。この計画はウィルダネスタバーンの場所近くで国立軍事公園からはルート3号線のすぐ向かい側にいる。この運動を支持するその他の団体としては 荒野の戦場跡連盟があり、ピードモント環境理事会、歴史保存のための国民信託、国立公園保存協会、荒野友愛会及び、フレデリックスワーグ地域戦場跡友愛会がこれに含まれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。